大家好，今天要跟大家一起做训练上手臂的运动。今日は二の腕痩せに効果のあるストレッチ1分、トレーニング3分半やっていきます。トレーニングは座ってできる簡単なでもきついトレーニングの内容になっているので、ぜひ一緒にやってみてください。最後に二の腕がなぜ太ってしまうのかということと、ストレッチの大切さについて少しお話ししたいと思いますので、ぜひ最後まで見てください。那我们开始吧。
はプルプルしたんじゃないでしょうか。今日はトレーニングの前にストレッチを行ったんですけれども、ストレッチすごく大切です。なぜ大切かというと、二の腕が太くなる原因として、こう姿勢が悪かったり、巻き肩であったり、猫背であったり、そうするとこの辺りがですね、詰まりやすくなってしまって、硬くなると脂肪がつきやすくなる原因となってしまいます。なのでトレーニングを行う前にしっかりストレッチをしてほぐしていくっていうことがとっても大切になっていきます。なので今日はトレーニングちょっとするの疲れるなーっていう時は、せめてストレッチだけでもやってですね、でしっかりほぐして柔らかくしてください。二の腕引き締まりたいっていう方は、ぜひこのトレーニング毎日やってみてください。如果喜欢我的影片，请订阅，开启小铃铛哦。